オレンジをグラデーションで塗ってみましょう。まずは断面の方から。バラバラになっているので、シフトを押しながら選択し、オブジェクトの複合パスの作成をします。次にグラデーションを編集。もう一度こちらで、こうなってしまう場合は、オブジェクトの複合パスの作成をかけると、オブジェクトが一つになります。そしてグラデーションを編集。次に立体的なオレンジを塗っていきます。まずはこの皮の部分をグラデーションで塗り、グラデーションを編集。次にこの断面図。グループになっているので、グループを解除。またグループになっているときはグループを解除。バラバラになったら、シフトを押しながら、選択し、グラデーション。そして、オブジェクトの複合パスを作成。そしたら、グラデーション編集のボタンが出ない場合があります。そういう場合は一度戻って、コマンド Z で一度戻って、もう一度グループを解除してください。それからもう一度複合パスを作成してみてください。そうすると、グラデーション編集というボタンが出ます。こんな感じに書けました。